皆さんこんにちは、北原です。しどです。今日もロボコン体験ミュージアムに遊びに来ています。今日はですね、はい、東京工科大学のタオル師匠と私たちが勝負をしたいと思います。そしてそのルール内容は、30秒以内にフリスビーをどちらの方が多く輪の中に通せるかっていうルールになっております。では早速勝負していきましょう。いきましょう。それでは始めます。30秒間でどちらが多くのディスクを入れることができるか、よーい。10秒経過。勝負の結果、シシドさんが7枚、タオル師匠が4枚ということで、シシドさんの勝利です。次は私が頑張ります。さあ、続いては北原さんが対決します。よーい。視聴は目に悪いので